最近目が覚めてすぐ起きると必ず倒れるんですが、僕は大丈夫でしょうか。イミネ CD 大作戦後半戦。どういうこと？しばらくこうやって目覚めて寝てると大丈夫なんですが、ちょっとトイレ行きたいなと思って、すぐ立ち上がると必ずクラッとくる。危ないな。危ないと思うな俺は。危ないですか？寝ちゃった方がいいと思う。はい、すいません。木の下の奥田翔くん。奥田野口五郎さん、三井由里さんに送るお祝いの言葉ベスト3です。3位、西城秀樹さんから。素晴らしい。2位、郷ひろみさんからは。まだいい。野口五郎さん、三井由里さんに送るお祝いの言葉、ピーコさんから。あんたたち40になったんでしょ。あんたたち聞いて曲げよ。野口吉渡辺純一くん。ラブジュン。伊賀遥さんのひもびきりの紐の気持ち。ベスト3。はい。胸が騒ぐよ。胸だけじゃないけどね。うん、2位。嬉しかったんだよ。それは嬉しかったでしょう。伊賀遥さんの紐びきりの紐の気持ち。1位。ぽよよん、ぽよよん。これぽよよんと切れてしまいたいってことかな。これあげよう。うん。紐、中途半端だよな、紐じゃな。違う部分のがいい。失礼いたしました。感度で勝負です。札幌市の渡辺祐介君。渡辺。安倍ジョージさんクイズ、安倍ジョージさんクイズに挑戦。第1問。雲という漢字、音読みすると、うん。第2問、ウルトラクイズで優勝するのに必要なのは何でしょう。知力、体力、時の、うん。そうです。3問目です。現在の旭化成のマラソンの監督といえば誰。そうだぞ。うまい。綺麗ですね。うん、綺麗だね。昇天級です。総座市の又右衛門くん。なる。伊吹五郎ちゃんにもろもろインタビュー。司会、伊吹さんの座右の銘は何ですか。人生勇気が必要だ。ファンの人からの声援で一番嬉しい言葉は何でしょう。メルモちゃん、メルモちゃん、メルモちゃん。伊吹さんの大好きな食べ物といったら何ですか。赤いキャンディ、青いキャンディ。この世界に入る前は芸能界はどんなとこだと思ってましたか。夢見てた不思議。よくわかりました。じゃあ最後に自分のおっぱいを自慢してください。小さくなるよ、大きくなるよ、すごいよ。ララ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 。誰だお前は。増えてる。後ろにいるのは誰だ。どこの子だ。いいね。いいですね。おっぱい大きくなったり小さくなったりするんですね。はい、ありがとうございます。あげようこれ。指番号107-8066、TBS ラジオ小崎電話でお待ちしております。小崎で。わお。よし、受け取ります。ピッコちゃん。はーい。ゴーコちゃん。はーい。金やこちゃん。はーい。ゴロコちゃん。ポロロ。そして春子ちゃん、はーい。元祖平成女学園20年ぶりの勢ぞろい。あれれ、青い子ちゃんは？ゴロコのお部屋でぐったり。